あ、美味しそう、美味しそう。何このビジュアル、すごい。すごいな、これ。みるみるランド。はい、どうも、みんなのヒロユキです。カタリストレイナです。レイナさん、ビッグカツって好きですか？好きです。これ、ちっちゃい頃よく駄菓子屋さんで買って食べた記憶が。多分ね、みんな大好きだと思います。この駄菓子で人気のビッグカツ、1個30円、めっちゃ安い。なんかこれ病みつきになるよね、これね。そうですね。とんかつソース味、はい、今日はね、このビッグカツを使っていろんな料理を作っていきたいと思います。やってみたいと思います。これでね、料理作るなんてちょっと発想になかったので。ビッグカツが本当に普通のカツとして機能するのかどうかっていうのをね、今回ちょっと実験してみようと思うんですけども、はい、いろんな料理を買ってきました。料理じゃない、材料です。いろんな、はい、材料を買ってきました。こんな風にね、調味料とか野菜とか買ってきたんですけど、だいたい駄菓子屋さんで買うのはこれ1枚がせいぜいなわけですよ。これだーってね、15枚あります、ここに。じゃーん、はい、で、今回何を作るのかというと、まず定番のカツ丼。カツ丼、普通に卵で閉じたカツ丼と、うん、あともう一個はソースカツ丼、うん、これね、ソースベースにした地方にあるやつなんですけども、ソースカツ丼、うん、何ですか今の、うん。いや、さっき調べたらどこの地方かわからなかったんですけど、福井が有名みたいだなっていう。福井、はい、なるほどね。ソースカツ丼、美味しいところがあるそうです。それからあとね、やっぱカツと言ったらカツカレー。カツカレーですよね。カレーです。これはもう普通にレトルトでやってみようと思います。はい。で、あとはもう一個いいですね、カツサンド。カツサンド美味しいよね、カツサンド。はい、大好きですね。カツサンドもこのビッグカツが機能するのかどうか、この4種類をやってみたいと思います。みるみるランド。はい、まずは普通のカツ丼なんですけども、普通のカツ丼は作り方としては、玉ねぎでね、これを玉ねぎを刻んでいって、で、フライパンで炒めて、で、めんつゆで味付けして、で、そこにビッグカツを投入して、で、卵で閉じると。そしてご飯の上に乗っけて出来上がり、うん、オーソドックスな作り方ですよね、うん。はい、ソースカツ丼はもうほんとシンプルです。まずキャベツを千切りにして、ご飯の上に乗せて、で、ソースかけて、で、その上にカツを乗せる、うん、シンプル、シンプルだけど美味しいのがソースカツ丼ね。楽しみですね、ほんとシンプル。ブルドックソース買ってきましたよ。うん、美味しいです、ね、昔懐かしいの。これほんと昔からあるよね。あります、うちにもあります。うちにもあります。はい、ブルドックソースを使ってます、はい。カレーはもうね、レトルトのこの銀座カリー買ってきました。なので、これ乗っけて、うん、カレーかけて、はい、ご飯と一緒に食べてみようってことです。これ美味しそうじゃない、この銀座カリー。うん、銀座カリーいいですね、美味しそう。の中辛。中辛ですか、はい、じゃあ食べやすそうですね。はい、はい。で、あとね、カツサンドなんですけども、カツサンドはこのサンドイッチ用の食パンにマーガリン、マーガリンじゃない、バターを塗って、で、今日はね、はい、マスタードも買ってきました。マスタードも塗って、 あとね、キャベツの千切りもちょっと挟んで、うん、で、そこにビッグカツも挟もうかなと思ってます。はい、これも結構美味しそうですね。美味しそうですね。どんな感じなのかちょっと楽しみです。やってみたいと思います。みるみるランド。まず、野菜の下準備です。玉ねぎハモった今もう一度。はい、玉ねぎ剥いてます。こう大きめに切ってほしいですか。あ、今回ビッグカツ、ビッグカツって言ってもちっちゃいから名前がビッグなのにビッグカツちっちゃいから、はい、多分ちっちゃい方が合うと思う。ちっちゃい方が大きく切ると多分玉ねぎの方が大きくなっちゃうから。そうですね、ビッグカツを普通のカツとして想定して作るから通常よりちょっとちっちゃい方がいいんじゃない。ちっちゃい方がいい感じですね。じゃあ、うん、え、じゃあ量ももしかしたら1個は多いのかな。多いかもしれないね。ですよね、1個は多いね、確実に多いと思う。4分の1ぐらいでいい。はい、今玉ねぎをカットしています。はい、玉ねぎカット中です。なんかもうあれですね、芽がちょっと出てきてる感じです。あれだから玉ねぎ、うん、玉ねぎ今新玉とかって出て始めてますよね。ああ、そうなんだ。新玉が美味しい季節です。これは、普通の玉ねぎ使ってます。うん、そんな感じでいいんじゃないですかね。確かに多いかも。ね、ビッグカツ2枚だから、ね、相
としなってなるとはいえ結構玉ねぎ率高いから、うん、下手したら玉ねぎ丼になっちゃうかもしれないからカツ丼美味しいよね。美味しいですね。カツ丼はどこのお店で食べても外れはない。あー、なるほど。弁当とかで買っても外れはない。あー、カツ丼まずいカツ丼とか食べたことないもん。あー、そうかもしれないですね。あんまり。キャベツは千切りです。千切りです。ソースカツ丼用とカツサンド用。どうしよう、細かく刻んでってください。刻んで。ビッグカツ用に。ビッグカツちっちゃいですもんねビッグカツだけど大丈夫かしら。なんか言った後頭が混乱するよねビッグカツちっちゃい、ビッグって言ってたの今確かに。え、これでも全部切っちゃったら多いですか。挟むのはこれぐらいでいいですよね。そうだね、的には。で、その他にソースカツ丼、ソースカツ丼に使うから。でも下に敷くって言ってもそんなにキャベツもりもりには敷かないですよね、うん、じゃあやっぱりこの半分ぐらい。すごい細い方がいいんですよ。え、そのなんで今ハードル上げてるんですか。ちょっと太いかな。ちょっと太いですか。もうちょっと細くしてほしかったね。細くしてほしかったね。あ、ちょっとね、私の体また太いんで細くなっているかな。そこ持ってった。はい、こんな感じで。まだ50代切らないですか。切らないですね。50代の壁、暑いです。ちょっとね、この夏に向けてもうちょっと絞っていかないかと思います。でも勝つのは食べてる時じゃないですけどねはい、今回もこんにゃく米を使っていきます。はい、みるみるランド。はい、じゃあこのパンを使ってカツサンドを作っていきます。はい、挟むものを用意します。この肉カツを出して、ちゃんとソースがピョンピョンピョンってね、ピョンピョンピョンって3箇所乗ってます。パンにバターを乗っけます。バター、中にこれバターですよ。チューブバター。これ何がいいかっていうと、チューブ式はね、柔らかいから塗りやすいの。普通固形のバターって硬いじゃない。そうですね。で、塗りづらいじゃない。そうです。で、無理やりやろうとするとパンがボロボロボロって崩れるじゃない。それがないね、これだと。チューブ式は特に冷蔵庫から出したばっかりのやつはなりますね。じゃあこれで塗っていきます。はい、ほんとね、パンよく食べる人はあるとすごい便利です。あ、ゆきさんもこれご愛用ですか。もしパン食べてた時はそれよく使ってました。あ、そうなんですね。それであと伸ばしながら、伸ばしながら量を調整して。まんべんなくまんべんなく塗っていきましょう。あとマスタードも塗るからね。はい、これどっちも塗るんですか。これ挟むってことですよね。挟むってことだね。どっちも塗ってやった方が美味しいよね、美味しさ的には。で、いろんな種類あるのよ、このチューブ式の。そうなんですか。あの、チョコレート味とか。へぇ、ピーナッツバター風のやつとか。あー、すごいですね。じゃあもう、それ1本あったらいろいろ使えるってことですね、うん、バター風味ももちろんいいですけど、ピーナッツバターもいいですね。うん、美味しいよ、ピーナッツ。なんか、全然分かった気で分かってなかったです。あ、待ってますはい、次のパンになってます。全然容量が分かってない。まあ、ね、2人分作るから、まあ、4枚塗ればいいかなという計算です。計算っていうか、それ後から付け足しただけなの言い訳的な言い訳だなんてひどいですよ。計算ですよ、もう最初からですよ。マスタード、マスタード、マスタード粒入りです。そう美味しそうだよね、これね。どっちでもスタードいいですよね。多分これが加わると本格的な味になる。味になる。それだけでも美味しそうだもんね。いや、ちょっとこれだけに。あ、入らない、入らない疑惑出てきましたね。ここしか作れない。少ない。こっち一回さ、洗ってそっちで取って。あ、そうです。あ、ティッシュで、うん、これは固めにいいのかな。なんか両面だったら辛くなりそうじゃないですか。
でもこれそんな辛いやつじゃないでしょ。ちょっと舐めてみて。そんな辛いやつじゃないと思うよ。多分そのまま食べても美味しいやつだと思う。うん、美味しいでしょ。食べられる感じです。うん、なんかにつけた。でも多分この量を普通の、うん、あのマスタードで食べたらうってなってましたもん。ああ、それはそうだよね。これは全然多分そう、粒入りってそんな辛いっていうほどじゃない、じゃないですね。結構酸味も効いてますね、これ。うん、いい感じです。じゃあ両面塗ってみましょうか。うん、両面塗っても全然いいと思う。リッチテイストですね、じゃあ今日は。うん、ウィンナーとかにつけても美味しいですね。あ、そうだよね。そんなにみっちり塗らなくてもいいのかもしれない。薄めでいいと思う。薄めでいいかもしれない。薄めで両面がいいと思う。なんか卵みたい。卵？なんだろう、キャビアとか。あ、色は全然違うけど、なんかそんな感じします。うん、しません。しません。分かった、飛びっこ。色が違うけど。しません。はい、そんなこと言ってるうちに塗り終わりました。ね、まあね、しない人もいるし、する人もいるということで。あくまでもこれ挟むだけ。キャベツ、キャベツ。あ、キャベツ。もうすっかり忘れてました。だいぶ先ほどカットしたキャベツです。もっと細い方がいいなってつぶやかれてたんですけど、のっける段になって私もそう思います。そうでしょ。そうなんですよ。そうそう、カツサンドはね、細かい方がいいんですよ。細かいのがいいですね。太っみたいな。普通にこのまま食べるんだったらいいんだけど、なんか何かに乗せるとかってなるとやっぱ細い方がいい。細い方がいいですよね。はい、じゃあこのカツをのっけます。うん、これなんか2枚のっけでいい感じですかね。2枚のせていきましょうよ。合成に飛び出すビッグカツ。すごい、やっぱりビッグカツだから飛び出します、ね、ビッグにね。いや、ほっいいんじゃない。いいですか。すごいなんか合成な、すごい豪快な感じです。豪快な感じになりましたね。はい、切りましょうか。あ、切ってみようか。断面どうなってるかね、見てみましょう。せーの、お、あ、なんか切れない疑惑。切れない？硬いの？硬い。ビッグカツって結構硬いですね。硬いね。あの、力技で言ってもいいですか？どうぞ。多分下のパン潰れる系なんですけど、まあいいんじゃないの。こんな感じで断面。こんな感じです。おー、なんか美味しそうになってますよ。なってますか？見た目的に。ビジュアルすごい美味しそう。いいですか？あ、美味しそう美味しそう。何このビジュアル、すごい。すごいな、これ。いいですね。やっぱ切った方が美味しく見えるよね。そうですね。そしてカツが大きいからはみ出てます。すんごいボリューミーじゃん、もう。なんかこれだけでさ、普通のお弁当みたいな感じじゃない？そうですね。あの、中身入ってないですから薄いですよね。ビッグカツとはいえ衣だけだから。そうですね、衣食べてる感じ。ただ見た目的にはすごい美味しそうですですね。この白とキャベツとカツと、はい、完成しました。すごい美味しそうですね、これ。もうすぐ食べられます。美味しそうです。卵閉じました。あ、なんか美味しそう。あまり火を落とす必要ないと思うんで、うん、これもう見るからに美味しいでしょ。